JR 新大阪駅から11駅、約30分。千鶴上北駅に来たで。千鶴って、洒落た名前。なんや上品なフォント使ってるな。駅前のプラザ大使も気になるな。でも、向かうのはプラザ大使と反対。
お邪魔します。わあ、かわいい布。最近のと昭和の貴重なのと混ざってるで。次は悠々タウン出て左側に行ってみたで。そろそろお昼ご飯食べたい感じ。
どれも1本120円で買いやすい。有名人も来てる。やっぱり有名なお店なんやな。ここ、さっきと反対側の入り口。窓のとこ歩いてみるで。飲食店もちらほらあるで。喫茶もお休みかな。インド料理屋さんとこまで戻ってきたで。男湯、中央自緑地まで歩いてきた。めっちゃ広い公園。いっぱいつけてくれてるから、お家で食べるんがいいんかも。帰りは近鉄急行自物駅から。急行自物駅ショッピングセンター。どこやろ？ここかな？ここまで見てくれてどうもあり。え？なに？あ、あれ、もしかして急報事務所商店街。電車乗って帰ろうとしたら急報事務所商店街を発見したで。歩き疲れたけど、とりあえず行って戻ってくるで。
中宝ジブチ商店街のインスタグラム見つけたで。営業されてるお店もあるで。次回は番外編。